県政だより見え9月号。今回の内容は、認知症のことを知ろう、共生社会の実現を推進するために、県民の皆さんの健康づくりを応援していますなどについてご紹介します。認知症は誰もがかかりうる脳の病気です。県内でも高齢化の進展に伴い、認知症の患者数が増加しています。県内の認知症の患者数は2025年におよそ7万人、2040年にはおよそ8万3000人となり、65歳以上の 6.7 人に1人が認知症になると見込まれています。今年1月には認知症の人を含めた一人一人が個性と能力を発揮し、相互に支え合う社会の実現を目指して、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。県内の市庁では、地域の認知症サポーターがチームを組んで、認知症の方や家族を支援するチームオレンジの活動が広がっており、今年6月現在、13市町25チームが活動しています。サポーターさくらは平成20年から玉城町で活動を開始。県内でも早くから認知症の方などへのサポートを始めた先進的なグループの一つで、令和4年からチームオレンジとして認知症の方やその家族の支援を行っています。ではサポーターさくらの谷口さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。設立のきっかけを教えてください。はい、もうサポーターさくらの活動は17年目を迎えるんです。で、平成19年に玉城町で認知症サポーター養成講座が開催されまして、たくさんのサポーターが誕生しました。で、その後自主活動グループサポーターさくらというネーミングで28名の会員でスタートしました。当時介護サービス相談員という制度ができまして、介護相談員が 4,5 名かな、いましたので、介護事業所にすごく入りやすくって、実際認知症の方と直にお話ししたり、家族の方とか施設の方に、いろんなことを教えてもらって、その介護現場で勉強ができたということが、このね、活動がスムーズにいったきっかけだったと思います。玉城町にある集いの場カナウに来ています。玉城町のチームオレンジサポーターさくらはカナウの運営をサポートしています。その活動をご紹介します。カナウは10月に9周年を迎えます。認知症の方をはじめとした高齢者の方や地元の方が集まり、安心して自分の好きなこと、やりたいことができる場所です。集う人それぞれが役割を持ちながら、笑顔で楽しい時間を過ごしています。同じ敷地内に子どもたちが集う場所もあり、夏休み中は一緒にいろいろなことを楽しんでいます。牛乳パックを使った容器を作ったり、草木染めを楽しんだりする姿がありました。私自身は長いことここさせてもらったんですけど、なんかこう来てくださって一緒にいろいろ遊んだり、こんなことしたり、それからまあ普段世間話もしたりして、なんかそういうことがすごくね、嬉しいです。ここで過ごす時間っていうのはお母さんにとってどんな時間になっていますか？まあ、そうやな、楽しいし、本当気楽ですし、いつでも来られるし、楽しみ楽しみ、これが本当の楽しみ。お願いします。遊ばせてもらってます。このカナウが皆さんにとってどんな場所であってほしいなと思われますか？はい、そうですね、軽度認知症の方も来られるような、そして私たちが学んできたこうちょっとしたね、勉強したスキルをちょっと発揮できる場ですので、寄り添って本当に認知症の方、差別もなく、私たちいつか私たちも通る道ですので、一緒に手助けしながら楽しんでもらえる集い場になっております。10月には
ここ玉城町でラントモ玉城が行われます。認知症の方や家族、地域の方、支援者が共に一つのタスキをつなぎながら町内を巡り、誰もが安心して暮らせる地域を目指して町全体がつながるイベントです。県では令和7年度末までに全ての市町にチームオレンジの活動が広がるよう設置と活動継続の支援を行っています。認知症の人もそうでない人も尊厳と希望を持って暮らせるよう、私たち一人一人が認知症に対して正しい理解を深めることが必要です。認知症になっても自分らしく安心して暮らすことができる三重を目指しましょう。県では職場での健康づくりに積極的に取り組み、健康経営を実践している企業を三重とこあか健康経営カンパニーとして令和2年度から認定表彰しています。今回はこれまでに大賞と優秀賞の両方を受賞し、特に優れた健康経営を実践している三重とこあか健康経営殿堂入りカンパニーに選ばれた2つの企業の取り組みを紹介します。殿堂入り1つ目の企業は富士フイルムマニファクチャリング株式会社鈴鹿事業所です。諸田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。健康経営について会社ではどんな取り組みをされていますか？健康経営として7つの健康行動っていうのを、会社で設定しまして、従業員の皆さんに周知して自分の健康を守ってもらうような活動を実施しています。でここでクイズなんですけれども、はい、7つの健康行動、この7つあるんですけども、この緑の丸に入ってるところをちょっと見て考えていただいて、2番目、自分の〇〇〇を確認する、これは何でしょう？健康状態どうですか？惜しいです。健診結果、健康診断の結果を自分で把握してですね、自分が今どんな状態なのかっていうのを把握してもらおうと。7つの健康行動クイズ、1番は週1回以上、3番はお酒、4番は6時間以上、5番は歩くが入ります。6番目、はい、これはちょっと私どもの会社ユニークな活動で、これ直近 の、 歩く活動って言いますか、1日何歩以上歩きましょうといったところを、チームを作ってみんなで競い合うイベントを弊社全体でやってる。最後の7番の答えはタバコです。禁煙に関する取り組みもあると伺ったんですけども、はい、そうですね、禁煙に関してはですね、はい、まず目標を今 18.6% なんですけど 15% まで落としましょうよ、社長、役員、あと事業所長の、禁煙の経験談を、経験談を、ね、吸ってる方に、はい、禁煙成功できた人のメッセージ、私も以前吸ってたんでこの中に入ってるんですけど、こういうことでいいことがあるよっていったところを吸ってる方にお見せしてですね、禁煙しましょうといった啓蒙活動を実施しております。7つの健康行動のより詳しい内容を社員がよく通る食堂近くの廊下に掲示しているほか、社内のイベントなどの参加者にも広く伝え、健康経営に取り組んでいます。殿堂入り2つ目の企業は池田アクト株式会社です。田中社長にお話伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。こちらの会社では健康経営についてどんな取り組みをされているんでしょうか？当社では社内部活制度というのを作ってまして、従業員3名以上で何かスポーツをした場合、1人1000円プレゼントというのをやっています。それはどういった狙いがあって？できた当時コロナ真っ只中の時期だったんですけど、どうしても社員同士のコミュニケーションであるとか、そういったものの希薄になってしまったというのと、やはりその我々も健康経営というものを掲げておりますので、そこで何かスポーツをする機会を、会社側から何か提供できないかなと思いまして、この制度を作りました。好きなことをしてお金をもらえるっていう、いい制度を活用させてもらってます。
運動不足にもなりませんので、仕事だけじゃなくてそういう面でも、すごい充実して仕事をさせてもらってます。また駐車場にはバスケットボールのゴールもありましたが。あ、そうですね、社員同士でバスケットをしたりとか、まあ、休みの日には近所の子たちがここでバスケットをしたりとかっていうのに使ってます。他にも取り組みがあると伺ったんですが、どんなものでしょうか。パターゴルフを導入しまして、まあ休憩所で、まあ、休み時間に簡単なゴルフの練習ができたりとか、あとは、まあ、卓球台を、まあ、導入しまして、まあ、卓球をしたりとか、そういったことをしています。職場にこういった場所があるっていうのはどうですか。やっぱそうですね、こういうとこあるとやっぱり少しの息抜きだったりになるんでいいかなと思います。その他にも自社で行っている置き菓子サービスに新たに健康食品を追加する取り組みを行っています。まあ、健康経営の取り組みの一環として、まあ、ちょっと小腹が空いた時に何か食べれるものがあればなということで導入させていただいたんですけれども、健康経営ですので健康に配慮した、まあ、簡単なお菓子ですとか軽食というのを準備させてもらってます。社員の皆さんもよく利用されていますか。そうですね、よく利用してますし、多分私が一番利用してると思います。でも社長自らがこう健康に気を使って働いていくっていう点はやっぱりまさに健康経営になってきますよね。そうですね、はい、健康に働くことが一番かと思います。県ホームページではその他の企業の健康経営の取り組み事例も紹介しています。多くの皆さんが一日の大半を過ごす職場での健康づくりに取り組んでみませんか。県では65歳以上の方を対象に自転車ヘルメット着用モニターを募集しています。ヘルメット着用を広める見せる啓発にご協力いただける高齢者の皆さんにヘルメットをお渡しします。詳しくは県ホームページをご覧ください。次回10月1日発行の県政だより三重10月号は魅力あふれる三重の農林水産物について特集します。今月は玉城町の特産品醤油バラエティセットを2人の方にプレゼント。番組キーワードをチェックしてはがき、ファックス、番組ホームページからご応募ください。鳥羽市にある海の博物館は海に生きる人々の知恵や技術など海に関わる民族資料を展示する博物館です。伝統的な漁具や海女の道具のほか広々とした敷地には実物の木造船が展示されています。海に関する体験イベントも充実しており子どもから大人まで楽しめます。